アートプラザは愛知県名古屋市東区葵にある工作機械メーカー大手山崎マザック所有のビル山崎マザック美術館が入居している西木通りと国道153号との交点である葵町西交差点北東角に建設された超高層ビルであり南に100メートルほどにある運流フレックスビルより高く美術館、オフィス、駐車場からなる複合施設である 最寄り駅である地下鉄東山線新栄町駅とは地下通路で直結している。敷地内には山崎マザック美術館が入居する美術館棟の他にオフィスタワー、駐車場棟が併設されている。オフィスタワーの一部フロアは他企業にも賃貸されているほか、1階フロアには同社の主事業である工作機械を紹介するマザック工作機械にアラリーも設置されている。 また最上階には、茶室、総称案も失礼られている。山崎マザックの事実上の創業者である、山崎照之が収集した、美術品コレクションを保管、展示することを目的として設置された、美術館である、オフィスタワー1階フロアにあるギャラリーである。工作機械の歴史の紹介、同社工作機械により製作された、工業製品の部品等の展示がされているほか、 工作機械が 3D データを用いて加工の実演動作を行う様子を見学できる。2012年2月時点での加工物は名古屋城天守閣上金者地の模型である。工作機械について学べる企業博物館である。入場は無料。開館時間は10時17時。毎週月曜日が休館日である。ありがとうございます。